不安だらけ、緊張だらけの女の子でした。おはようございます。昔の私はすごく人見知りだったんですけど、ボルトとして活動していくうちに人見知りも少なくなって、学校のみんなとも楽しく話せるようになりました。なのちゃんがいなかったら、私はステージに出た時に緊張してめっちゃ震えてたかもしれないです。まあでも、なのちゃんだけじゃなくて、るなちゃん、よちいちゃん、スタプラのお姉さんたちが楽しくしてくれたから、今のアイドルを楽しめる私がいるのかなって思います。るなちゃん、ちいちゃんだけじゃなくて、たくさんのスターダストプラネットの先輩方に優しく教えてもらったおかげで、今はすごくステージ上で楽しむことができています。ファンの方々やお世話になった方々に、この謝恩会で私たちの成長した姿を見せたいと思います。謝恩会、綾菜の小学生ラストライブ、絶対成功させるぞー。